ケペシュはエジプトの鎌形の剣。斧から発展した武器と言われている。典型的なケペシュは50、60センチメートルの長さになるが、これより小さいものも多数見つかっている。ケペシュの刃は敵の盾を引っ掛けて剥ぎ取るようにデザインされている。この武器は板器になると銅製から鉄製に変わっていった。刃先は外側に向かって鋭利になっており、端まで曲がっている。ケペシュは 戦闘で使われていたエプシロン斧や、それに近い三日月型の斧から発展した。しかし、ケペシュは斧ではないと記録されている。斧ではないということから、ケペシュは斧のように叩き切る武器ではなく、どちらかというと、サーベルのように切りつけるタイプの剣である。ケペシュは、紀元前1300年頃に使用されなくなっていった。しかし、紀元前196年の記載がある。 ロゼッタストームに、ある石碑に、k 1 p 首都のスペルがあり、ソードという意味を表す、限定符が書かれていることが分かった。シャルビー、セットアップ、エスタチュー、ザベンジャーオブバックティー、ザインタープリテーションウェラブイズ、トラミー、ザストロングワンオブカムティー、アンド、エスタチュオブザゴッド・オブザシティー、ギビングツーヒム、 エソードローヤル・オブ・ビクトリー、多くのファラオがケペシュを使用していた描写があり、王の墓からも何本も見つかっている。例えば、ツタンカーメンの墓からは2本のケペシュが見つかっている。何本かのケペシュは明らかに尖れていたが、多くの発掘品のケペシュは明らかに生倉であり、尖れた形跡がない。それゆえ、高貴な人物の墓で見つかったケペシュは儀式用である。 可能性が高いと指摘されている。ありがとうございます。